かつて世界の中心にマナを生む大樹があった。しかし争いで木は枯れ、代わりに勇者の命がマナになった。それを嘆いた女神は天へ消えた。この時女神は天使を遣わした。私が眠れば世界は滅ぶ、私を目覚めさせよ。天使は巫女を生み、巫女は天へ続く塔を目指す。これが世界再生の始まりである。起きなさい、ロイド・アーヴィング。ロイド！立ったまま眠れるなんて器用ね。あ、ビフィル先生、授業終わったのか？もういいわ。じゃあ今の答えを、ジーニアス、あなたが答えて。はい、姉さん。古代大戦は勇者ミトスによって聖地カーラーンで停戦されました。よろしい。その後勇者ミトスは女神マーテルとの契約によって戦乱の原因であるディザイアンを封印しました。でもディザイアンたちは復活して俺たちを苦しめてるじゃないか。前に授業でやったでしょ。封印が弱まるとディザイアンが復活するのよ。あ、分かってるよ。忘れてただけで。今日は予言の日です。マナの巫女がマーテル様の神託を受ける重要な日よ。では巫女コレット。はい。世界再生の旅について答えて。ディザイアンを封印する旅のことです。女神マーテルの試練をこなすと世界を守る精霊が復活し、マナも復活します。そう、さすがは巫女ね。現在の食料不足や日照りはマナの枯渇が原因です。これはディザイアンが人間牧場でマナを大量に消費しているからだと言われているわね。巫女の旅はマナを復活させディザイアンを消滅させる旅と言えるわ。では次の問題は。なんだこれは。静かに。どうやら神託が下るようね。私は聖堂の様子を見てきます。みんなは教室で自習していること、よろしい。先生、私も一緒に。いいえ、コレット。神託なら祭司の方々がこちらまでいらっしゃるはず。あなたもここで待っているように。はい。
さんに叱られないかな。大丈夫だよ。先生が戻ってくる前に教室に戻ればいいんだから。でもリフェル先生も聖堂へ向かったんだよね。ばったり会っちゃったりして大丈夫だよ。多分